八幡神座像鎌倉時代、1326年、東京国立博物館像重要文化財。八幡神は、日本で信仰される神で、聖は源氏、菅竹平氏など、全国の武家から、ブーンの神、弓矢八幡として、数形を集めた。本田別名とも呼ばれ、応神天皇と同一とされる。また、早くから、神仏集合がなり、 八万大菩薩と称され、神社内に神宮寺が作られた。現在の神道では、八幡神は、王神天皇の神霊で、金霊天皇を32年に初めて、宇佐の地に示せ表したと伝わる。王神天皇を主神として、姫神、王神天皇の母である、神宮皇后を合わせて、八万三神として祀っている。また、八幡三神のうち、姫神や、 神宮皇后に変えて、中愛天皇や、竹内すくめ、ね、玉より姫命を祀っている神社も多くあり、安山祈願の神という側面もある。八幡神は、王神天皇の神霊とされたことから皇祖神としても、位置づけられ、上級期には、日本国の定位は、伊勢山テラス大神。 八万大菩薩のご経費と記されており、天寺皇大臣に次ぐ皇室の守護神とされていた。本田八万宮の創建と王神天皇とのつながりが、古くから結びつけられ、皇室も宇佐神宮や、岩清水、岩田宮を、伊勢神宮に次ぐ、第二の創業として数計した。創業岩幡神東大寺の大仏を建造中の天平商法元年。 佐八幡のネギの二が上京して八幡神が大仏建造に協力しようと、託戦したと伝えたと記録にあり、早くから仏教と集合していたことがわかる。天皇元年朝廷は、佐八幡に鎮護国家、仏教守護の神として八幡大菩薩の信号を送った。これにより、全国の寺の鎮守神として八幡神が、勘定されるようになり、八幡神が、 全国に広まることとなった。あとに、本寺衰弱においては、阿弥陀如来が、八幡神の本寺仏とされた。一方、日蓮は、阿弥陀如来説を否定し、八万大菩薩の本寺を送る身としている。平安時代以降、聖は源氏、菅武平氏等の武士の尊数を集めて全国に、八幡神社が誕生されたが、 本寺衰弱思想が広まると、創業で表されるようになり、これを、創業八幡神という。八幡神を、王神天皇とした記述は、古事記、日本書紀、俗日本紀には見られず、八幡神の由来は、王神天皇とは、無関係であった。東大寺王禄や、住吉大社神代記に八幡神を、王神天皇とする記述が登場することから、奈良時代から、 平安時代にかけて、王神天皇を八幡神と集合し始めたとされる。八幡神社の祭神は、王神天皇だが、上術の八幡三神を構成する姫神、神宮皇后のほか、玉寄姫命や王神天皇の父である、中愛天皇と共に祀っている神社も多い。なお、皇術のように、平安時代の初期には、聖武天皇の霊が没後に八幡神と結合したと。 信じられ、道天皇が生前に深く信仰した仏教の守護神とするために、八万大菩薩の号が生まれたとする説もある。八万の文字が初めて出てくるのは、俗日本記であり、その記述は、天平九年の部分に見られる。読み方は天平商法元年の部分にある鮮名の、広畑の八幡大臣のように、八幡と読み、日本霊域の八幡神や、 源氏物語第22条、玉かずらの八幡の宮のように、八万は訓読であったが、後に、神仏集合して、仏者の読み、八万、音読に転化したと考えられる。旗とは、神の寄りつく、寄り台としての、旗を意味する言葉と見られる。八万は八つの旗を意味し、神宮皇后は、三冠聖伐の大袋で、 津島に寄った際には祭壇に八つの旗を祭り、また、王神天皇が降誕した際に、家屋の上に八つの旗がひらめいたとされる。また、日本の古称の一つは八島、八島である。古事記では、津島、九州、本州、四国、淡路、壱岐、沖、佐渡の八つの島を指す。八幡神は、 北九州の豪族宇佐国蔵宇佐氏の氏神として、宇佐神宮に祀られていたが、数々の奇短を表して、大和朝廷の死後神とされた。歴史的には、託戦を良くする神としても知られる。748年9月1日、八幡神は羊に関して、古ニエ我は、新丹国の霊人なりしが、今は、自治域鎮守の大神なりと、託戦している。しかし、 いつ文、武前国風時に、昔、白木国の神、自らはかり到来して、この河原、河原、にすむりとある。養老四年、隼人の乱が勃発し、朝廷はこれを鎮圧しようとして、宇佐八幡に神託を仰いだ。すると八幡神は、我ゆきて下し不すべしと自ら正当に赴むいたという。なお、この際多数の隼人を殺したことから、 法上会を催すようになったという。天平商法元年、聖武天皇が国家のシンボルとして奈良の大仏を建設するとき、うさやわたは天皇と同じ近道の王をつけた腰に乗って入教し、これを助けた。ところが、それから五年後の天平商法六年になってこの時に、八幡神のよりましを務めた大神社女が総合の長であった。 行進らと図相を行った疑いで配慮され、これを恥じた宇佐八和神が一時、伊予国の上峰に潜座したと伝えられている。神後慶雲三年、天皇の位を狙っていた道教は、聖徳天皇によって、道教を次の後位継承者に指名させようとして、道教を後位につければ天下は太平になる、胸の託船が宇佐神宮からあったと宣伝した。しかし、朝廷は、 和け清丸を宇佐神宮に使わし、死にを確認したところ、武道の物掃除すべしとの託戦が下り、和け清丸は宇佐八幡の託戦を受けて、道教の目的は達成されなかった。ただし、この事件については、聖徳天皇が自らの意志で、道教を後継者にするために起こした事件とする解釈もある。前述の大神社女の事件と宇佐八幡宮。 信託事件は全く別の事件ではなく、当時の仏教政策をめぐって、朝廷内には民衆への不況を重視する路線と、国家の鎮護を優先する路線の対立があり、聖武天皇や貢献天皇、そして宇佐八幡宮の宮司も、前者の側に立って、仏教の守護神として、八幡宮を位置づけていった結果、八幡神自体が、 政治的な構想に巻き込まれてしまったとする見方がある。その中で、聖徳天皇が死去してその異母妹である、井上内親王を夫とする、公認天皇が即位するが、間もなく、井上内親王は、廃位されて、謎の死を遂げたために、聖武天皇の血統は絶えた。その後、別の日の子である、山部親王が皇太子となるが天才が、相次いだ。朝廷では、 聖徳天皇や井上内親王、そして彼女たちの父である聖武天皇のたたりと恐れた。そんな中で、放棄8年5月19日に八幡神が出家し、天皇元年に八万大菩薩の号が贈られた。これは当時の朝廷が聖武天皇が没後に八幡神と結合したと考え、八幡神に菩薩号を与えて、 聖武天皇が深く信仰した仏教の守護神とすることでそのたたりを防ごうとしたと考えられる。聖は源氏、菅武平氏をはじめとする武家に広く信仰された。あずま鏡、文治五年の城には、源の頼朝が9月21日に、伊沢の珍珠府にある、珠府八幡宮への参詣の様子が記されており、この八幡宮が、 坂の上の田村麻呂によって、蝦夷政党の際に勧進され、急戦や無知などが収められ今も宝蔵にあるなど、由来を記している。八幡神を数形していた鎌倉方が、平安経営の南西に、岩清水、八幡宮が勧進されるより以前に、田村麻呂によって、道の国八幡神が勧進されていたことに驚いて、あず鏡に記述した。聖は源氏は、 八幡神をウジとして数計し、日本全国各地に誕生した。源の頼地は、川地国つぼいに誕生して、つぼい八万宮を、川内源氏のウジとした。また、その子の源の義家は、岩清水、八幡宮で玄伏水からを、八万太郎義家を名乗った。平野正門は、正門期では、天行二年に、上野の国長で、 八万大菩薩によって、神皇の地位を保障されたとされている。このように、八幡神は武家を王朝的秩序から解放し、天照大臣とは異なる世界を作る、大きな役割があったとされ、そのことが、武家が、守護神として八幡神を奉ずる理由であった。天行二年の藤原住とも、平野正門の乱では、長伏が、岩清水、八幡宮で祈願され、 平定後に国家鎮護の神としての崇敬が高まった。そのため、岩清水、八幡宮への天皇、上皇の行皇、三行は、遠遊天皇以来240回にも及んだ。自称四年、平家追悼のため挙兵した、源頼朝が、藤川の戦いを前に、現在の静岡県木瀬川八幡付近に本譲を造営した際、 欧州からはるばるはせ参じた、源義経と歓激の対面を果たす。静岡県寸東郡清水町にある木瀬川、八幡神社には、頼朝と義経が対面し平気追悼を誓い合ったと、される、対面席が置かれている。源の頼朝の欧州合戦では、伊勢大見和宮、八万大菩薩の信号の遺装が入った二式の、お旗が用いられた。 源の頼朝が鎌倉幕府を開くと、八幡神を鎌倉へ迎えて、鶴岡八幡宮とし、御家人たちも武家の守護神として、自分の領内に誕生した。それ以降も、武神として、多くの武将が崇敬した。また、室町幕府が樹立されると、足利将軍家は、足利久保家ともども、源氏復興の趣旨から、歴代の武家政権の中でも、 最も熱心に、八幡信仰を推し進めた。沖縄県の琉球国では、第一直し王党の久野利用が、機械党の征服にあたって、八幡大菩薩の真意に頼ったことが知られ、八幡大菩の称号がある。その光景の第二直し王党でも、八幡神由来の友江門が、直しの家門として使用された。豊臣秀吉は、死後に事故を、 新八幡として祭り、奈良東大時代仏殿である、田向山八幡宮に習い、国家鎮護のために建設した京都東山宝光寺の鎮守として、八幡宮を建設することを遺言したという。秀吉の死後、新八幡ではなく、御用税天皇の信号化詞により、報国大名神として、報国神社に祀られた。明治元年神仏分離令によって、 全国の八幡宮は神社へと改祖されたのに伴って、神宮寺は廃され、本寺仏や創業八幡大菩薩は、明治政府によって禁止された。宇佐八幡宮や、岩清水、八幡宮の放送会は、それぞれ中秋祭、岩清水祭りへと改めさせられた。鶴岡八幡宮は現在でも6月に、蛍タル祭、 平成16年からは加えて9月に、鈴虫司法上祭と、年2回実施している。しかし、神仏分離後も、八万大菩薩の信号は根強く残り、第二次世界大戦末期の陸海軍の航空基地には、南ム八万大菩薩の大登りが掲げられたり、八万空襲部隊を名乗った部隊もあった。また、航空機搭乗員の信仰を集めたりもした。 1944年に制作された航空機搭乗員を描いた映画雷撃退出動の中でも出撃の際に八幡大菩薩の旗を振るシーンが見られる。平成4年、当時は明治元年に消防していた境内拙者の真珠八幡タグを124年ぶりに再建、本尊は空海が自ら掘ったと伝えられる創業八幡タ神である。岩清水、 ヤワタグ偶全国ヤワタグ連合総本部長、神社本庁の総長である、田中恒清氏は、神仏集合の復活に、積極的に取り組み、平成17年には、発起人の一人として、明治維新以前の神仏同座、神仏和合の精神の復活を、目指す、神仏霊場会の立ち上げに関与、後には、同会の、会長に、就任、会長として、 神仏和号が、我が国本来の信仰の姿だと語っている。現在、いくつかの八万宮では、希望する参拝者に、八万大菩薩の墨書きの御朱印を授与している。八幡神を祀る神社は、八幡宮と呼ばれ、その数は一万社とも二万社とも言われ、稲荷神社に次いで、全国二位である。一方、岡田総治らによれば、祭神で全国の神社を分類すれば、 八幡信仰に分類される神社は、全国一位であるという。宇佐神宮八幡神社の総本社は、大分県宇佐市の宇佐神宮である。もともとは、宇佐地方一円にいた、宇佐市の氏神、祖神であったと考えられる。農耕神やいは海の神とされるが、柳田国夫は谷野の神ではないかと考察している。金明天皇の時代に、 大神秘儀というものによって祀られたと伝えられる。宇佐八幡宮の社殿、八幡宇佐宮佐久五宅選週などでは、金明天皇32年1月1日に、本田天皇、広畑八幡マロと称して八幡神が現れたとしており、ここから八幡神は、王神天皇であるということになっている。また今の福岡県の飯塚市大分にある、大分宮は、 宇佐神宮の本宮であり、箱崎宮の元宮であると、宇佐八幡宮の由緒書き、八幡宇佐宮五択先週に書かれてもいる。宇佐八幡をはじめとした、八幡宮は、友江門を神門としている。俗に三大八幡と呼ばれる神社は、以下の四社のうち、宇佐、岩清水に、箱崎、鶴岡のいずれかを合わせた三社とされている。幕末から明治期の資料では、 1868年4月24日、図家大上官たちに示す、八幡宮の礼事三社は、宇佐、岩清水、箱崎としているほか、社格でも、その三社が、官兵大社で並んでいる。一方、近年発行された書籍の中では、東京に近く有名な鶴岡八幡宮を採用し、宇佐、岩清水、鶴岡が、八幡神社の代表例とされることがある。 その他の八幡宮、八幡神社については、八幡宮を呼び、カテゴリー、八幡宮を参照のこと。ハイパーリンクを含む注釈、準備中。とりあえずここを参照。ありがとうございます。